ヨアン・プレは、フランス製ヌイコール,エイコールマルヌ県、ブルーシュル,イコールシャントレーヌ出身のサッカー選手。ポジションは GK。兄のスティーブン・プレも、ルマンやグルノーブルなどに在籍したサッカー選手である。2002から03シーズンにデビュー。デビュー戦の FC イストル戦を1から0の完空で、飾る。2004から05シーズンから、ルマンの正 GK となり、 チームのリーグアン昇格に貢献した。リーグアンデビューとなった05から06シーズンには、高セーブを連発して、ロさの見られる守備組織を支え続け、最終節のオリンピックリオン戦にて8失点を、喫するまでリーグ最小失点という結果を残し、チームの一部残留に貢献した。シーズン終了後は、アーセナル FC など、多くのトップクラブから注目を集めたもののチームに、 残留。06から07シーズン以降は、時折不安定なプレーを見せるものの、絶対的な守護神として、ルマンのゴールマウスを守り続けた。なおルマンでは07-08シーズンまで、松井大輔と共にプレーした。2009年6月29日に10年間在籍した、ルマンを離れ、FC ジロンダンボルドーへと去った、セドリック・カラッソの後釜として、 トゥールーズ f c へ4年契約で移籍した。2010年10月12日の練習中に体調不良を訴え、検査の結果、肺血線促線症と診断され、チームを離れることになった。その後にシーズン出場機会はなく2012年5月9日に対談が発表された。フランス代表としては2008年10月14日の親善試合、チュニジア戦で、 初招集を受けるも、出場機会はなく、現在に至るまで出場したことはない。ありがとうございます。